はい、パパスです。今回は、今ここに映ってる、これ、グレープフルーツです。これを、さっき、八百屋さんで仕事帰りに買ってきたんですけれども、今回、なんと、こちら。これですね。見たことありますか？これは、今までパパスが見たことないんですよ。これを、八百屋さんが、勧めてきたんですね。とっても美味しいですよって。まあ、後で、後ほど名前シャはム言いネーますルけでど、イルミこれネーもシグョンレープフルーツ産なんで地。すね。皆さん知らないですか？知ってますか？これをこれからちょっと食べていく動画です。それでは、スタート。なんか、皮が厚いですね。それでは、食べてみよう。お！なんか、今までにない味ですね。確かに。甘みと爽快感と、あとは何ですかね。ライムのような香りと、すごいジューシーですね。これちょっと今までに食べたことないな。うわ、すごい。これ、このまんまでも美味しいんですけど、サワーとかの、脇によそえる割り剤みたいな、そういうのにも使えますね。画期的ですね。これは新しい。いや、すごいなこれ。美味しいですね。甘くてジューシー。爽快感。まあ、これはいいですね。これは、南アフリカじゃなくて、アメリカの原産のメローゴールド。メローゴールド。皆さん知ってますか？パパスはこれ初めて食べますね。このステイゴールじゃない。メローゴールドは、アメリカを渡って日本に来たんですね。当たり前ですね。これを、皆さん今、シーズンっぽいんで、どっかの八百屋さんにもし行って見つけたら、ぜひ食べてみてください。これ美味しいですよ。本当に。ジューシー、爽快、酸っぱい、ちょっと酸味があって、これはなんか新しいですね。気に入りました。1個200円前後でした。まあ、そんな感じです。今、この動画の前にですね、泥団子の動画も撮ってますんで、そちらが次あたりアップしますんで、もうそれいいねしなかったらもう殺すかな っていう感じです。嘘です。そんな感じです。はい。それでは、バイバーイ。